はい、おはようございます。かずやの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はですね、AI 婚活の話をしてみたいと思います。テレビで紹介されてたんですよね。で、AI 婚活、これありなのかなっていう気がするんですけども、僕の中ではですね、僕はもう結婚してますけれども、僕の中ではありなんじゃないかなっていう気がするんですよね。で、なぜかというと、自分の中の、自分の視野っていうのが結局自分の中の知識でしかないわけなので、知らないことはわからないわけですよね。で、それをAI に任せるっていうことによって、自分では気づかなかったところに、相手の良さを見つけてくれるっていう可能性が出てくるので、可能性を広げるっていうのでは、AI 婚活っていうのは僕の中ではありなのかなっていう気がしますよね。ただ、人は成長しますから、その時点ではうまくいくっていう、そのカップリングだったとしても、その後成長していった先でうまくいくかどうかっていうのはわからないわけですよね。ただ、その自分の視野を広げるとか、自分の可能性を広げるっていうのを考えると、AI 婚活ってこれ面白いんじゃないかなっていうか、むしろ AI 婚活だけじゃなくて、他のことにもその AI を使うっていうのはありなのかなっていう気がするんですよね。で、なぜそう思うかって思うというと、最近読んだ本なんですけども、これ、佐藤光郎さんっていう方が書いた本で、レイっていう本なんですけども、AI が、モチーフになった本なんですよね。で、その、AI をどうやって今後利用していくのかっていうのを考えたときに、自分自身の可能性を広げるっていうのを AI に手伝ってもらうっていうのは、やっぱり僕の中ではありかなっていう気がするんですよね。どうしても自分が知っていることの中から判断するっていうことが基本的なので、自分が知らないところはわからないわけですよね。で、人間って知らないと不安を覚えますから、そっちになかなか足を踏み込まないので、実はこんなものが自分には合っているっていうのを、AI が教えてくれるっていう風になったら、仕事の、何を仕事にするのかみたいなものも AI が決めると意外とうまくいくんじゃないかなっていう気がするんですよね。なので、入社しました。で、その入社するところの先で、その配属先みたいなものを、AI が決めるとか。で、もっと言うと、大学の時に、就職活動する時に、あなたはここに行きなさい、みたいな形で、選ぶっていうのもあるでしょうし、もしくは企業側から AI を使ってもうスカウトするっていう時代が来るかもしれないですよね。で、そう考えるとAI 婚活っていうのがどれぐらいうまくいくのか。で、もしくは婚活して結婚した後も AI が助けてくれるっていう風になると、視野が広がるっていうのもあるのかなっていう気がしますね。ただ、それに頼ってしまうっていうのはちょっと違うと思いますので、自動運転とかもそうなんですけれども、全部が機械任せっていうよりも、やっぱり扱うのは人間であってほしいと思うんですよね。なので、AI で婚活はするけれども、決めるのは本人ですし、責任を持つのはやっぱり本人ですし、AI で企業を選んだりだとか、就職活動をするにしても、やっぱりそれを決めたのは本人なので、やっぱり責任を持つのは本人であるべきだと思うんですよね。で、それをAI に責任を押し付けてしまうような考えを持ち始めた時は、やっぱり危ないかなっていう気がしますし、もう自分で決めれずに全部 AI に頼るっていうのもやっぱりちょっと違うかなっていう気がするので、視野を広げるきっかけっていうのを考えると AI をうまく使うっていうのは僕の中ではありなのかなっていう気がするんですよね。なので、AI で婚活っていうのを今日朝ちょっとテレビでしていて見てたんですけども、やっぱり面白いのかなっていう気が僕の中ではありますもんね。なので、自分が結婚していなければするかしないかって言われると、その時にもしフリーだったら、おそらく試しに登録してるんじゃないかなっていう気がするんですよね。で、どんな人が自分に合ってるんだろうっていうのをちょっと調べてみたい気もしますよね。なので、そういった意味で面白半分でするべきことではないんでしょうけれども、ちょっと興味はあったので動画を紹介してみました。なので、AI で婚活、出会いが今ないっていうのもよく言われることなので、出会うきっかけっていうのでもありでしょうし、その AI が選んでくれたからっていうので、第一印象をこっちの、出会う前にいいイメージでいけるっていうのもあるかもしれないですよね。なので、マイナスなイメージを持つ人はそもそも登録しないでしょうから、なので AI で選ばれた者同士が、相性よく選ばれて、で、元々のこっち側がイメージ自体もやっぱりこう AI が選んでくれたからっていうのでちょっと安心感を持っているもの同士が出会うとやっぱりうまくいく可能性もありますし、そこでこう少子化対策みたいなものが広がるのであればやっぱりこうやる価値っていうのはあるのかなという気がするので、まあ、コロナウイルスで暗いニュースばかりだったりだとか、まあ、他にも暗いニュースばっかりなので、まあ、そういった中でこうちょっと明るいニュースがねこうやって出てくるといいのかなという気がするので、まあ、僕の中で一番明るいニュースっていうと、まあ、角田裕樹選手っていう、まあ、今 F2 っていう F1 の一つ下のカテゴリーでレースで活躍していて、今シーズンランキング3位で終わったんですけども、1年目で3位ですからね。で、その前は下のカテゴリーからずーっと1年ずつ上がってきてるので、もう1年っていう形で上のカテゴリーに上がって、多分来年僕の中で F1 走るんじゃないかなと思っていますので、まあ毎年こうステップアップしていって、もう順調に F1 まで来ちゃったっていう選手なんですけども、やっぱりそういったこう明るいニュースをもっとどんどんこうニュースでしてもらいたいなっていう気がするんですよね。もう不安を煽ることばかりになる理由っていうのが CM どうしてもですね、テレビで不安を煽るっていうのは理由があるんですよね。で、それはまた今度紹介しようと思うんですけれども、まあそういったニュースばかりではなくて、こう AI で婚活とか、あと僕の中ではこう角田裕樹選手もっとこうテレビで取り上げられてもいいんじゃないかって思うんですけども、テレビでまだほとんど見たことがないので、なので F1 ドライバーになったらさすがにこうテレビに出てきてくれるかなっていう気がするので、まあ楽しみに待っているところですね。ということで今日は AI 婚活からこう AI がもう自分自身をこうちょっと広げてくれるんじゃないか。ただそれがこう AI に責任を押し付けるのではなくて、こう自分自身がやっぱり責任を取りましょうっていう話をしてみました。ということで、かつやの孫でした。ありがとうございます。失礼します。